KC-767 航空自衛隊の KC-767JKC-767 はアメリカ合衆国の航空機メーカーボーイング社が開発した空中給油輸送機。開発母機はボーイング767。本校では同じく KC-767 と呼ばれることもあるイスラエル製の B-767MMTT に ついても記載する。ボーイング社では、これまで空中給油機として、KC-135 ストラトタンカーと、それを母機にした、ボーイング707の派生型 KC-707 を製造してきたが、707は、性能の陳腐化から1991年に、生産を終了した。また、アメリカを代表する空中給油機は他に、 マクドネルダ・ダグラス社の DC-10 を改造した KC-10 エクステンダーもあるが、マクドネルダ・ダグラス社がボーイング社に吸収されたため、後継機が開発されないままとなっていた。そこで、ボーイング社は、両機の後継として、自社のボーイング767を改造した空中給油、輸送機 767TT を提案、イタリア空軍と航空自衛隊が、 最初の顧客となった。なお、ボーイング767は、開発を、日本、イタリアの企業がそれぞれ全体の15%を、担当している。アメリカ空軍へ、約100機のリース契約も決定していたが、リースでは購入するよりも高額であることが、明らかになったことと、採用をめぐって、国防総省との裏取引疑惑が取り沙汰された、ことから採用を取り消された。 右与曲折の末、KC-767、アメリカ軍提暗記をより発展させた KC-46 が採用された。シミュレータで訓練中の給油オペレーター開発母機は767の中でも、機体の短い767から 200ER の貨物タイプで、機体は小さいが航続距離が長いことが利点である。これは、 長道タイプの767から 300ER では離陸時にビブのブームが設置する恐れがあったためである。胴体ビブのフライングブーム式給油ブームの根元には大型機用のプローブドローグ式給油装置1機を備える。また、翌端に給油ポットを装備することもできる。それぞれの給油速度はブームが毎分900ガロン、中央部のプローブが 毎分600ガロン、翌端の給油ポットは毎分400ガロンである。フライングブームは新型の5世代型で給力学的に洗練された形状とフライバイワイヤー方式の採用により高い精度での制御を可能としている。また、このブームは接触による受機への潜在的な損傷を低減するため自動的に位置を補正する機能を持っているほか 以前のブームより2600個部品が少ないために維持が容易である。ドローグも新世代型で、高耐久性と耐衝撃性のものとなっており、ワイヤーや可動部分のないトリチウムライトが装備されている。KC-767 自身もフライングブーム式の受け油、リセプタクルを装備しており、空中給油を受けることが可能である。 KC-767 で大きく変わった点が、給油装置の操作方法の変更である。KC-135、KC-10 の空中給油オペレーター席は、機体後部に設けられており、受給行に対して、オペレーターが窓越しに視認して、給油操作を行うものであった。これに対し、KC-767 のコックピット後部に、設けられているラロ2席で、 構成から機体下部に装備しているテレビカメラの映像をモニター画面で見ながらタッチパネルとコントロールスティックで給油操作を行う。この給油システムは KDC-10 に搭載されたラロシステムの発展型でラロ2と故障される。操作員はロックウェルコリンズ製の遠隔シェアシステムという 3D 対応のゴーグルを着用しカメラで 立体的に映されたブームの様子を見ながら操作を行う。ゴーグルがなくても操作員席にある大型ディスプレイのみで操作することもできる。テレビカメラは機体底部に5台あり、機体後部には予備のオペレーター席や窓は装備されていない。テレビカメラは3次元立体視が可能なバークス及び2次元で3方向を 監視可能な赤外線カメラサクスで構成されており、前車はブーム付け根のフェアリングに、後車は後部胴体のフェアリングに装備される。なお、空中級輸送日以外に、キャビンを輸送スペースとして利用でき、C-130 ハーキュリーズを上回る、航続距離と搭載量を有している。積み荷は、機種前方左側の入り口から搬入する。キャビンは、貨物用、人員輸送用。 火脚混載の3タイプあるが、この転換作業は少人数でも数時間で終えることができるようになっている。人員なら200名、車両も小型トラックなら4台を格納できる。なお、KC-135 と異なり床下すべてが燃料タンクになってはいない。エンジンはベース機と同じくゼネラルエレクトリック製の CF6 から 80C2 が、プラットホイットー製。 PW4000 を選択できる。イタリアと日本は共に G 製を選択した。なおベース機はロールスロイス製 RB211 も選択できるが KC-767 では提供されていない。イタリア空軍の KC-767、AKC-767 AK の最初の顧客はイタリア空軍で 2001年6月に KC-767A の採用を発表し、2002年12月に正式な契約に至った。4機を導入し、機体の受領開始は2005年を予定していた。初号機は2005年2月24日にカンザス州ウィチタでロールアウト5月21日に初飛行した。6月にはパリ航空ショーで展示された。 空中給油機への改装はアメリカ合衆国のほかイタリアでも作業される予定であった。しかし、翌端の給油ポットに金するフラッター問題により実用化が大きく遅れ、KC-767J よりも収益が遅れることとなった。この問題解決後に2010年12月に1号機、2011年3月に2号機がデリバリーされ、 2011年5月に収益開始している。残る2機も2011年中にデリバリーされている。イタリアが所有する機体には、菌やウイルス等の外部への拡散と伝染を防ぐ、生物学的封鎖の装備を備えており、2020年、中華人民共和国の武漢市で肺炎が流行した際、現地に滞在していたイタリア人を本国へ帰還させる手段として利用されたことがある。 機体後部のフライングブーム、人員輸送用パレット搭載時の機内2番目の顧客として、日本の航空自衛隊が2001年12月に採用を決定し、こちらは防衛省の名称としては、KC-767、当初ボーイング社は、KC-767J としていたが、現在は、KC-767 と表記している。 2003年3月に初号機の購入契約を交わした。購入においては伊藤忠商事が代理店となっている。自衛隊の要求はフライングブーム式の給油装置で一つの給油ポイントで最大8機に給油可能であること、輸送人員は200名程度、パレットか貨物は6枚、小型トラックは4台が搭載できること、 航続距離は貨物搭載量30トンの時に 6500km 以上であることであった。エアバス社の A310 を改造した A310MRTT が競合機種として挙げられたが、空自が同型のエンジンを搭載している E-767、B747 から400を運用しており、整備面での有利さもあった KC-767、 が選定されている。なお、ベース機体の発注先が日本政府であった E-767 とは異なり、最初から一般輸入として航空自衛隊向けに発注されたため、カスタマーコードは E-767 の 7C とは異なる。FK が割り当てられており、ボーイング方式の詳細な形式では、ボーイング767からに f k er の改造機という位置づけになる。j 型は、アメリカ空軍式のフライングブームのみを採用している。この方式の空中給油を受ける機体は、k マイナス 15j, dj, k マイナス 2a, b であるが、e-767 早期警戒管制機も、配管などの準備が施されている。なお、uh-60j の空中給油方式は、 プローブドローグ方式である。また、C-130H 輸送機にも、受け油らレセプタクル及びプローブドローグ式、空中給油ポッドを装備する予定で、2010年2月、空中給油ポッドを増設した機体が第401飛行隊に配備された。空中給油機の獲得によって、対空時間延長がなされ、作戦機の効率的な運用が可能となるとされている。 また、空中給油をすることで、離着陸回数が削減されることから、基地周辺の騒音低下にもつながると期待されている。さらに、KC-767 の航続距離は、貨物32トンで 9260km、4.5トンで 14075km であり、航空自衛隊の戦術輸送機では最大となるため、この能力を活かした。 様々な活躍が期待されている。調達購入は中期防衛力整備計画の2002年度予算から決まり、1年に1機ずつ、計4機を調達することになった。1号機は2007年2月から3月の納入が予定されていたが、ボーイングによる試験が遅延し、アメリカ連邦航空局の形式証明取得に時間がかかることとなった。これにより、 新たな取得予定は2007年7月末に延期されたが、それも間に合わず、伊藤中商事には1日あたり1100万円の遅延賠償が発生した。2008年2月29日に納入されたが、防衛省は22億円を伊藤中商事に対して請求することを検討している。2号機は2007年の前半での受領が期待されて、 いたが、こちらも初飛行が2007年11月18日となり、2008年3月に納入された。3号機は2009年3月9日、4号機は2010年1月8日、それぞれ小牧基地に配備された。防衛省に納入された各機は、技術実用試験を経て配備となる。航空自衛隊では2008年度から1年をかけて、飛行開発実験団空中。 給油輸送機実用試験隊にて実用試験が行われた。拠点基地は小牧基地で2009年3月26日に運用する給油・輸送部隊が編成された。航空自衛隊では迅速な作戦遂行のために12から15機、少なくとも8から9機を獲得しようと考えているが、追加購入調達については予算削減を受けた16対抗及び中期、機。 防衛力整備計画で C-2 次期輸送機を同時に発機獲得する予定であったため、また、KC-767 は高額なため、すでに2007年度予算で計上された4号機で取得を中断し、あとは運用結果を踏まえて検討することになった。その後、2015年10月23日には、KC-46A の導入決定が発表された。 KC-767J にはアメリカ海軍海兵隊式のプローブドローグ式給油装置は装備されてはいないがこちらも運用結果を踏まえて追加装備するか検討している2020年3月末時点で保有数は4機であるアメリカでは1996年に政府会計検査員が将来的な戦力維持に問題があるとして KC-135 後継機 KCX の研究開始を勧告した。2001年には空軍が KC-135 の運用経費が2001年から2040年の間に大幅に増加すると発表、2040年には前期を退役させるべきとの見方を示し、そのためには遅くとも2012年までに KCX を実用化させる必要があるとした。 すでにボーイング767の軍事利用を研究していたボーイングは、KC-767 が要求に最適で、あるとして提案、軍の支出削減に応えるために、まず100機をリース契約することを提示した。国防総省も2003年5月23日に、このリースプログラムについての発表を行い、前向きな姿勢を示した。発表によると、 2006年から100機の KC-767 を1億3100万ドルで借り入れリース契約特有の経費として1機あたり700万ドルが必要としているが総経費は160億ドル以下に抑えられる。またリース契約が終了する2017年に全機を約44億ドルで購入するとした。なお、このアメリカ軍向けのエンジンは イタリアや日本と異なり、フラットホイット2世、PW4 0も装備するものであった。空軍は7月14日に議会へリース案を通告した。しかし、議会から最初からボーイング単独指名のような計画で進められたのはなぜかと問い詰められ、また会計検査員は経費が膨大になると試算した。検査員によると、 百0機のリース総額は二百億から三百億ドルとなる一方、原油の k c 百三十五 e を近代化、延命回収して、k c 百三十五 r とする案の総額は三十六億ドル程度で、リースよりも約二百二十四億ドル節約できる。また、k c 七百六十七のために、各基地に新しいインフラを建設しなければならず、その経費は、 約17億ドルで、それだけで、KC-135E を59機、回収できるとした。議論は長く続いたものの、結局リース案は、白紙撤回され、二つの案が提示された。一つは、ボーイングあるいは海外メーカーの機体を、KCX に改造するもの。二つ目は、中古機を購入して改造するとともに、KC-135E を回収するもの。 また、大型、給油機と小型、戦術給油機を調達し、混合して運用する案も提示されている。一案の中で KC-767 の生きる道は残されたが、空軍は2005年8月に、KC-10 のような大型給油機を装備するのが最適として、エアバス A330、ボーイング777、 ボーイング C-17 グローブマスター3のどれかをベースとするものとした。このうち C-17 は2007年に調達を完了することとなっており、生産ラインも閉じられるため、実質はボーイングかエアバスの旅客機を採用することが予想されたが、性能と運用コストの点で777、改造機や A330MRTT は未知数であった。 2007年2月に空軍は入札候補として KC-767 を挙げ、ボーイングは777と767の比較を行った結果、4月12日に KC-767 を提案することを決定した。2008年2月29日、国防総省は A330MRTT を KC-45 として採用することを決定したが、ボーイング側は、米会計監査員とイーズ及びノースロップグラマンに対して異議を申し立てると発表した。6月18日、ガオが空軍の選定に重大な誤りがあるという調査結果を公表したことにより、KC-45 の採用は白紙に戻された。二千八年九月十日、 国防総省は、KCX の選定を中断し、選定作業をバラコーバマ政権下で行うとした。2010年3月9日、ノースロップグラマンが入札を見送ると発表し、ボーイングが受注する見通しとなった。2011年2月、国防総省は、KC-767 を KC-46A の名称で採用すると発表した。 空軍は179機の空中給油機を置き換えたいとしているが、最初の計画では18機の KC-46A を2017年まで調達するとしている。B767MMTT はイスラエルの IAI 社のベデック航空機化が開発した767の改造機。翼端に ARP-3 給油ポッドを装備している。 2014年には 300ER をベースに IAI 製のフライバイワイヤやブームを装備した機体が飛行している。コロンビア空軍の B767、MMTT コロンビア空軍向けに中国国際航空で使用されていた中古のボーイング767から 200ER を回収している。同軍では KC-767 ジュピターの名称で呼ばれている。 VIP 輸送機としても運用されているため時折、日本に飛来することがあり、2011年の福島第1原子力発電所事故の際には、在日コロンビア人を避難させるために飛来している。ブラジル空軍の C-767KC-137 の後継として、2013年に2機の商用の767から 300ER の回収機を選択した。 契約では1機を IAI が担当し残りを TAP 満点数を EA Engine h ブラジルで実施することとなっていた。さらに2014年に、機数は3機に改定された。ベースとなる767は3年契約でリースされ2016年にブラジルに到着した。しかし、2年間の運用の後リース契約は更新されず機は返却され、 これに伴い正式な契約は締結されず、回収契約も放棄された。後継候補として、KC-46 や A330、MRTT などが挙げられている。KC-767J コックピット。ありがとうございます。